しもこの地球に君がいたなら多分もっと平和な世の中になるんだろうな。小さい頃も気になって思ってたけど、眠い目こすりながら見てた日曜日の朝、君がいたから強くなれた、君がいたから頑張れたんだ。0点取って叱られた日には名をさらさ、ありがとうって伝えたくて、ありがとうって伝えたくて、君は僕の憧れのヒーローだから、おばあちゃんに買ってもらった宝物は10分の1サイズの君、やっつけて悪者たち、大きくなった今でもまだ大切なんだ。変身ベルトにマフラー舞い、仮面のライダー、仮面のライダー、君がいないとダメなんだ、今でもまだ君になりたいよ。100点取って褒められた日だとしてもうね、夢中で追いかけているのは、夢中で追い続けているのは、痛いか？負けへんで、騒ぎは OK だ。俺欲張りやから、これ全部全部聞いて、これ何今感想？長めの感想してる。あ、さまっていい曲だな、これ。行ってくれ、行ってくれ。正義という名のパンチ、平和という名のキックと、誰かを守るという優しさを教えてくれたね。君がいたから強くなれた、君がいたから頑張れたんだ。テレビの中だけでしか会えないけれど、ありがとうって伝えたくて、ありがとうって伝えたくて、君は僕らみんなのヒーローだから。もしもこの地球に君がいたなら、まさかさんの顔見た。僕は君と一緒に戦いに行きたい、争いのない平和な未来の空を見たいから。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。